ありがとう、モーフル。完成だ。この発明品を使えば、君も変身できるんだ。モーフルみたいにね。すごい。猫になった。よし、追いかけっこしよう。モーフル、捕まえてごらん。お手叩きティルズ。ああ、うん、それいいね、モーフル。恐竜ごっこしよう。私が一番乗りたい恐竜はね、史上最大の恐竜、わアルゼンチノサウルスだよ。ひゅー見て、この長い尻尾。どうしよう、壊れちゃったかも。ダメだ、元の姿に戻れない。博士のとこ。うん、そうだね、博士のところに戻れば直してくれる。でも大きすぎるよ、これじゃ林を通れない。モーフル、クレーン車になって。ロボットになって。はあ、本当にごめんなさい博士、発明品を壊しちゃって変身できなくなっちゃったの。大丈夫、すぐに直してあげよう。この発明品は返すね、博士。変身するのはモーフルだけで十分だよ。ただいま、パパ。ただいま。おかえり、ミラ。ん？モーフル？泥だらけじゃないか。どうしたんだい？あのね、まずはね、帽子をなくして困ってたおばさんを助けてあげたの。帽子をなくしちゃったの。探すのを手伝ってくれない？モーフ、警察犬になって。それであちこちを探したの。モーフル、帽子見つけた。そう、帽子が見つかっておばさんはとっても喜んでたよ。そしたら整備士のジョーさんが来たの。モーフル、助けてくれ、レッカー車が動かないんだ。モーフル、ジョーになった。それからトリケラトプスにも。それからロボット。ありがとう、モーフル。レッカーすればよかったんじゃない？ああ、うん、そうだね。でも、ローレンスさんも。次に、大工のローレンスさんにお願いされたの。ビルのてっぺんにドリルを置き忘れちゃったんだ。モーフル、クレーン！
事現場はすっごくぬかるんでたの。ありがとう、モーフル。いいことをしたね、モーフル。だけど、今すぐお風呂に入らなきゃ。お風呂？モーフル、お風呂嫌い。モーフル、待って。おいで、モーフル。ただのお風呂だよ。モーフル、お風呂やだ。捕まえた。どこ行ったんだ？モーフルもお風呂に入ったわけだしね。うん、モーフルお風呂好き。まったく世話が焼ける。待ちきれなくて迎えに来たんだ。行こう。ミラどこ連れてくの？ミラを案内するんだよ、刑務所に。ミラサンディーじゃ。ミラ捕まった。おもちゃの切符じゃん。ああ、ここにはあんまり長い時間いたくないな。おまわりさん、もっと手伝う。シキシ、どっか行け。うちの庭に入るな。ここで何してるんだ、モーフル。何をする。鳥にすっごく意地悪した。モーフルパトカー逮捕する。君には逮捕なんかできないぞ、モーフル。できる。なに？こいつは面白い。え、嘘。へへ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 。お、いいぞ。あれ、俺のタイヤどこ行ったんだ。ポイ捨てなんかしてないぞ。
公園の芝生で寝ちゃいけないのか？なんでそんなことを？モーグルの違反切符。わしにこんなものをよこすとは、まったく最近の子は。最高だ、楽しい。楽しかった。最後に一つ約束だ。刑務所には入らない。あれ、モーグル、ミラ、逮捕終わった？逮捕されてたわけじゃないよ。このおまわりさんはね、刑務所の中を案内してくれたの。あー、モーグル、ミラ助けたくてバンダーブースを逮捕した。なに、まったく、君は警官じゃないから逮捕しちゃダメだ、モーフル。この赤い友達のおかげでとっても楽しかったよ。あー、暑い。だね、だから海に行くんだ。みんな、留守の間お店をよろしくね。みんな行ってきます。くっ、ペッペッ、よし、仕事にかかるぞ、夜。あ、うん、スタインも食べてみろよ。あ、すげーうまいぞ。こんにちは、奥さん。この日差しは暑すぎませんか？ええ、本当に心配してくれてありがとう。打ってやれ、夜。涼しくなったでしょ？海の中まで競争しようよ。うわぁ、なんで氷が張ってるんだ？お礼はいらないぜ、プレゼントだ。心配しないで、パパ、私たちが止めるから。モーフル、とっても大きなライオンになって。これでモーフルも終わりだぞ。そんな、モーフル。大丈夫だよ、モーフル、すぐに出してあげる。ああ、モーフルもやられたのか。パパ、出られたんだ。ああ、今日が暑い日で助かったよ。さあ、モーフルも出してあげよう。イエーイ、今度は大きな車になって。でも、タイヤにスパイクをつけてね。これなら、氷の上でも滑らないよ。それならこうだ。
アイスクリーム食べる？パパにいたずらしようよ。うん、うん、変身して私に。よし、それじゃあこの服を着て。これで私と全く一緒だね。イエーイ。よし、パパを驚かそう。ああ、ミラか。いつの間に階段を降りてきたの？私は階段を降りてないよ。え？でも、ああ。ってことは君はモーフル。そう。やあ、ミラ。一緒に遊ばない？モーフルも。ミラ、モーフル今いない。そっか。でもでも、ミラ遊ぶ。やった。じゃあ行こう。トロイ、モーフルだって気づかなかったね。おはよう、ミラ。ねえミラ、何の遊びをする？ミラはいつも楽しい遊びを思いつくよね。そう。鬼ごっこ。オッケー、それじゃあミラが鬼。え？モーフルが一緒じゃないんだな。なあスタイン、あれってモーフルじゃん。モーフルがいないならいじめたい放題だ。ちっこいな。話して。どうしてやろうかな。どこから飛んできたんだろう。いて、どうなってんだ。早く逃げよう、スタイ。私の美しい帽子が。市長さん、
ああミラ、ひどい話さ。さっきこの美しい街を歩きながら市長らしいことを考えてたんだが、その時すれ違った誰かに帽子を取られたんだ。なら私たちに任せて、探してあげる。モーフル、警察犬になって。おい、そこを動くな。帽子を取ったやつを見たぞ。お前だ。え、モーフル。さて、何があったんだ。見つけたわ、この泥棒。私のワンちゃんを返して。モーフルが盗んだと言うんですか。モーフルはそんなことしないよ。いや、したんだ。誕生日ケーキを買ってたら車のモーフルが来て、ケーキをひったくって言った。間違いなくモーフルだったんですか。おやおや、モーフルが泥棒とは全くけしからん。君を署まで連行しなきゃいけないな、モーフル。いやー、ダメ、待って。モーフルは何もしてない。ミラー、行ったみたいだな。もう出てきていいぞ、ヨルン。みんなモーフルが盗んだと思い込んでる。今までで最高の計画だな。なあ、もっと盗みに行こう。モーフル泥棒じゃない。安心して、モーフル、私が無実を証明する。待て、リンゴを返せ。信じられない、モーフルがリンゴを盗んだんです。ご心配なく、モーフルはもう捕まえました。でも、たった今のことですよ。我ながら実に素早い逮捕ですな。犯人はモーフルじゃない、悪者兄弟なの。さっきこの目で見たんだよ。いけないよ、ミラ。何でもかんでも悪者兄弟のせいにするもんじゃない。それじゃあね。もう、犯人が分かったよ。悪者兄弟が盗んでたの。でも誰も信じてくれない。ミラが捕まえる。モーフルが手伝ってくれなきゃ無理だよ。モーフルできない。モーフル牢屋。そうだ、いいこと思いついた。まだちゃんと聞こえてる、モーフル。道具を返してくれ、モーフル。何かあったみたい。下行って、モーフル。大丈夫だよ、捕まえてくる。え、モーフルが二人も。急いで、モーフル、あとちょっとで追いつく。ミラが来るよ、サイン。捕まっちゃうよ。そいつはどうかな。ダメダメ、あゆっくりにして、モーフル。さっきのスピードはどうしたんだよ。モーフル、くるっと回って素早く。ああ、もっと。捕まえたよ、モーフル。イエーイ。隠れろ、ヨルン。どうやって牢屋を抜け出したんだ、モーフル。この盗んだものを隠そうとしてたんだな。これモーフルじゃないよ、
悪者兄弟。おや、待ってくれ、これはモーフルじゃない。だから最初からずっとそう言ってるでしょ。ああ、もう分かったよ、俺らの負けだ。そのほんのちょっぴり勘違いしたらしい。疑って本当にすまなかったよ、モーフル。君が泥棒なわけない。君たちの素晴らしい活躍を称えて、君たちを名誉警察官に任命しよう。モーフルのふりをするのは楽しかったな、スタイン。確かにな。飛行機になれ、ヨルン。いや、お前が車になるんだ、スタイン。見て、モーフル、イースターエッグだよ。わー、モーフルも乗る、モーフルも乗る。うん、モーフル、筆になって。恐竜の卵ならきっととっても大きいよ。恐竜？うん、いい考えだね。恐竜の卵を塗りに行こう。わあ、トリケラトプス。卵もあるね。こんにちは、トリケラトプスさん。卵に色を塗ってもいい？できた！綺麗なイースターエッグになったよ。わあ！あれ？ああ、あなたも卵を塗ってほしいの？塗っていこう、モーフル。恐竜さんにっこり。だね。バイバイ。見て、モーフル、あれ？トリケラトプスじゃない、プテロダクティルスの赤ちゃんだ。間違えた。大丈夫、モーフルと私があなたの赤ちゃんを連れてくる。あー、モーフル、ヘリコプターになって。見て、モーフル、ごめんね、プテロダクティルスさん、卵を間違えてた。あなたの赤ちゃんだよ。えへへ。おっと、あなたの赤ちゃんはこっちだよ。ところに連れてってあげよう。ちょうど時間だね。見て、私たちの時代に帰るよ。バイバイ。おかえり、
イースターバニーからのプレゼントがあるよ。うわあ！もっと卵塗れる？モフル。発明品ができたぞ。見てくれ、これは若返りの薬だ。今からわしの助手に使ってみよう。わあ、すっごくかわいいね子犬。あ、まずい、薬がかかった。ふう、赤ん坊の世話をしたことなどないぞ。あ、どうしよう。モーフル、パパのところに連れて行くんだ。わしは解毒剤を作る。はあ、やれやれ。モーフル。私が赤ちゃんになる夢なの。おかしいでしょ。完成したよ。ご注文通り、たくさんのロボットだ。最高。この前のを気に入ってくれて嬉しいが、こんなにたくさん何に使うんだい？なんでもないっすよ。この調子でもっとどんどん作ってください。ミラ、僕のミニカー返してよ。
ニカー？トロイのミニカーは知らないよ。嘘ばっかり。ミラが取ったの見たもん。返してくれないなら君のパパに言いつけるからね。ミラ、ミニカー取ってない。いいよ、勝手にすれば。トロイ、待って。見つけたぞミラ。とても大事な会議に向かう途中だったのによくも泥を投げつけたな。そんなことしてないのに。家に帰って着替えなきゃならんが、このままじゃ済まさないからな、お嬢さん。こんなのおかしいよね、モーフル。どうなってるのか調べなくっちゃ。モーフル、ヘリコプターになって。モーフル、見て。わあ、ミラ、悪い子。ああ、あれは私じゃないよ。ここにいるでしょ。うん、あれはロボットだよ。追いかけて、モーフル。モーフル、磁石出して。警察に連れて行こう。おまわりさんに逮捕してもらうんだよ。しているロボットを捕まえたよ。それってこれみたいな。え、嘘、何台あるの。博士、早く作ってくれ。精一杯急いでる。ロボットたちはこっちに来たはずだよ。あそこ、ミラいっぱい。チームを取ってきてくれ。オーケー。あのリモコンで操作してるんだ。いい作戦があるよ。ついてきて。見て、モーフルよ。モーフル？モーフル。モーフル。モーフル。捕まえろ。お前はどこに行かせようかな。なんで？ロボットたち、悪者を捕まえて。やだ、よせ。やっぱりお前たちの仕業か。ふっ、この牢屋の中はぎゅうぎゅうすぎるよ。おい、もっと詰めろ。いや、いや、いや、アイスクリーム。モーフル取って悪者捕まえる。モーフル捕まえる。もうすぎた。アイスクリーム。いや。これだよ、史上最高のジェットコースター。宙返り、急カーブ、すごい高さに登るんだ。でも一つ問題があって。背がこの線より低いと乗れないよ。じゃーん。博士にお願いすれば何とかしてくれるかもしれないよ。この薬を使えば大人になれる。だが本当に大人になりたいのかい、ミラ。絶対なりたい。それじゃあかけるよ。ミラ、君なのか。あらやだ、ミラのおばさんよ。わあ、ミラにそっくりだ。
とにかく身長 OK。 どうぞ乗って。し放題だよ。大人になった？行こう、モーフル。このイルカに乗ってみたい人。はい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 、はい、私も。すみませんが、お姉さんは大きすぎてこの子には乗れませんよ。すみませんが、関係者以外立ち入り禁止です。私、ミラのおばよ。ああ、そうだったんですか。どうぞよろしく。でもミラはいませんよ。私は授業に戻らないと。それじゃ、はあ、大人でいるのがすっごくつまんなくなってきちゃった。ここは子供専用の公園だぞ。罰金を払ってもらわないと。私には払えない。お金を持ってないの。それなら仕事をして稼ぐんだ。もうやだ。大人でいるのにはもううんざりだよ。本当に小さな子供に戻りたいのかい？私の人生で一番いい決断だよ。できるんだ。今度のはもっと大きいんだって。そうなの。また大人になって乗りたくないの？ちっとも。大人になるのって思ったより楽しくなかったよ。大きくなるまでは子供にしかできない遊びを楽しむんだ。タッチ、鬼だよ。待て待て。ねえ、鏡さん、鏡の世界ってどんな風になってるの？鏡の世界を見せてあげよう、ミイラ。鏡の世界好き。オーフル。オーフル？ダメだよ、モーフル。私の中に戻して。あれはオーフルだ。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、鏡の中のオーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。そうなんだ。じゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こう、モーフル。クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。よう、モーフル、元気かい？おお、おまわりさんだ。おお、何するんだ。ねえ、モーフル、このまま置いていく気か？誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたな、モーフル。早く下ろしてくれ。ありがとう。
でもこんないたずらはいかんぞ。いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたんだよ。いいや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に、はっはっはっは。それってオーフルにそっくりだよ。ねえ鏡さん、鏡の世界を見せてくれる？大変、オーフルがいないよ。まずいな。早くオーフルを探そう。わしの車が。何やってるの、モーフル。何か作ってるとか。ちょっと、どういうつもりなの。これ笑えないよ、モーフル。やっと来たな。こんな冗談はもううんざりだ。全部元に戻してくれ、モーフル。でも、モーフルやってないよ。オーフルは近くにいるはず。レーシングカーになって。わしの車は。モーフル、早く降ろしてよ。でも、あれがモーフルなら、あれ誰？オーフル。どっちが勝つ？本物のモーフルはどっち？これ以上オーフルがモーフルのふりをして悪さできないようにしなきゃ。クローマ、オーフルは緑にして。オーフル、緑？ちょっと待ってモーフル、先にトロイとエイプリルを下ろして。もうオーフルには会わないで済むといいけどね。モーフル、レーシングカーになって。これ私のレーシングカー。ふん、僕だって持ってるよ。どこどこ？ここここ。ブンブン。プルル。これが私のレーシングカー。私たち一番だよ。待って、木が道を塞いでる。モーフル、カンガルーになーれ。僕の車だってジャンプできるよ。それは無理。車はジャンプなんかできないもん。僕のはできる。だってこれはね、ロボットだもん。わあ、私のはユニコーンの羽が生えるの。わあ、気をつけて、溶岩だ。モーフル、今度はロケットになって。僕のロボットカーにはスーパーロケットがついてるんだ。私のユニコーンカーには魔法の角があるの。魔法のゲートを作るよ。じゃあこれにはついてこられるかな。このロケットはすっごく速いよ。
あれ？サラとトロイがいない。引き返そう、モーフル。いたいた。どうしてついてこないの？だってモーフル早すぎるんだもん。わかった。二人も一緒にモーフルロケットに乗ればいいんだよ。ほら乗って。はい、どうぞ。ご注文のロボット2体だ。やったぞ。なんだって？いや、別に。ありがとう。バイバイ。全部持ってきたか？ああ、完璧。よし、試してみようぜ。見て、悪者兄弟。見て、悪者兄弟。いや、これなら完璧にうまくいくぞ。ねえ、モーフル。ミラー、ボールは？ボールはもういい。次は違う遊びをする。さあ、一緒に来て。いや。モーフル、ボールを探しに来てくれたの？いや。ああ、違う遊びしたいの？いや。ああ、それじゃあ家に帰りたい？いや。ああ、何かしたいことある？いや。モーフル、あのアイスを取って。はははははは。モーフル、どうしたの？すっごく変だよ。変身するのも嫌がるなんて。いや。それしか言わない。いやいやいやって。パパ、モーフルがおかしいんだよ。こらこら、そんなことを言っちゃいけないよ。やあ、モーフル、元気？いや。ああ、アイスクリームを食べるかい？いや。アイスが嫌。確かに変だな。ごめんよ、モーフル。あれ、ちょっと待った。ね、言ったでしょ、このモーフルは偽物。悪者兄弟だ。モーフル、ボール取るの？そう、モーフル、あのボールを取るの。はっはっは。おお、見ろ見ろ、ボールを取るぞ。あれ、モーフル、一緒に遊ぶ？はははは。はちょっと、パパ、あそこ。まずいぞ、ミロのパパだ。ごまかせよ、ヨルン。やあ、ミラ、何してるんだい？あ、その、おままごと。こっち、モーフル、早く乗って。そうか、わかったよ。ならいいや。バイバイ、ミラ。バイバイ、パパ。うまくいったな。それじゃ、いたずらの続きだ。モーフル、壁を塗って。いや。いや。よこせ、変身しろ。パトカーに。いや。あ、消防車。いや。じゃあ、象になれ。いや。
やあ、かわいいおちびくん。今はこんなに小さいのにな。将来は大きくて怖いライオンだ。ラシード博士から盗んだこの光線銃があれば、どんな動物も巨大化できるんだ。今日は動物園でいっぱい遊ぼうね、モーフル。イエーイ。ミラ、モーフル、悪者兄弟が動物たちを巨大にしたんだ。大変、元の大きさに戻さなくちゃ。モーフル、スーパーヒーローに変身して。その光線銃を渡しなさい。誰が渡すもんか。夜撃ってやれ。おっと、こりゃかなわねえや。覚えてろよ。やったね。じゃあ動物たちを元に戻しに行こう。いた、ペンギンさんだよ。でもやっぱり最高の動物だよ。